ちらでした。これは入れるかな。熱い、やべ熱い、熱いんだ。どうぞ。八重県市ついでに熊は出没注意。これは青いぞ。男湯、女湯、一応分かれてる。これを分かれてるというのか。いかがですか。これですよ。いいですよね。この眺めが最高なんだよ。ここだ。ここですよ。あそこにいます。熊の湯。実はちょっともう見えてます。金松の湯。てーん。ああ。いかがですか。名前が渓流です。いいね。空が曇ってるけど下が見えるとこれまたセクシーだな。いいね。これいいや。はい、こんな感じです。風が強いけど。こっからの景色やっぱ絶景だよね。くっしゃらこ。さっきあんなにガス出たのにね。お風呂がいっぱいあるんですよ、ここは。あ、そうだね。はい、ということでやってまいりました。くっしゃらこの和琴半島。こちら、これで目的地はこれだ。これ現在地。どこにある？これ。これ露天風呂。ここに行きます。よし、じゃあ行ってみます。できない気になったのこれ。お土産屋さん。これのね、手作りアイスクリーム、クリームドーア。はい。この先確かね、湖畔ずっと行くとね、露天風呂があるんですが、風呂じゃ。お風呂入れる、お風呂。来たー、懐かしい。和琴半島あっちの方、人いるかな。前来た時はもう真っ白だった。ここ確かにね。タンチョウがいたっけ。ここ白鳥が現れたんだっけ。白鳥か。あそこ、あれ、あそこに温泉がある。これは入れねえな。人がいるっていうよりも入らない人がいるっていうのが一番入りづらい。え、ここもあったかいの。ほんとだ、すごいあったかい。そう、すいません、こっちでした。こちらでした。これは入れるかな。欠点としてはね、見学に来る人がすごく多いことなんだけども、まあいけるでしょう。いきます。男の特権。あったかいね。表面が結構熱い。風呂が熱すぎたので足湯。湖畔ここでも熱いね。これすごいのさ、下がすごいぬるいね。うん、表面熱いな。あれな、こうぬるくなってきた。おー、タコやん。うん、真っ赤になる。到着しました。砂湯。のりえさんがコラーゲンソフトクリームに惹かれております。飲める温泉だけど今やっておりません。残念。よし、来ました砂湯。ここ岸辺の砂を掘ると温泉が出るっちゅう。これみんなホテルだね、これね。誰かが忘れてる。これだね。これで本当だね。わしゃわしゃ、本当だ。これで、あったかい。任せろ、掘るのは。そこは冷たい。やっぱ掘らなきゃダメなのか。さあ掘りましょう。このさ、青子みたいな、これ何なんだろうね。掘ってしばらくするとこうなる。あったかい。これ何なの。これ熱い、やべ熱い。熱いんだ。熱い、え、
熱い？熱い、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 熱いんだ。これない。さっきの、さっきの。熱い。もっと噛んだかと思ったら。熱いんだ。あ、熱いんだよ。熱い。やべえ。熱い。めっちゃやけどする、これ。ここも熱いのか。やばい。どうしよう。めっちゃ熱い。あ、すげえ。足元もあったかいよ。ちょっと掘ってみ。こっから硬くなるの。どうぞ。いいよ。入ってみよいしょ。おどうぞ。あっ、ついち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 い。集めて。暑かったっけ？そんな暑くはなかったと思うけど。陽一の顔がすごく暑さを物語っております。多分ね、ノリカス、ここですごい温まった状態であちらのソフトクリームを食べると日本一美味しいということじゃないでしょうね。食べながらこれ。ああ、いいね。湖が見えるって、あっちいわ。めちゃくちゃ暑くなってきた。はい、ということで北海道の個人的に好きな温泉屈斜路湖の池の湯到達でございます。はい、野営禁止、ついでに熊は出没注意というわけで、お、見た目すごい綺麗に見えるんだけど、やっぱダメ。これは青いぞ。なんかポコポコポコ言ってて、温度どうだろう。いい感じ？いい感じだけど、これ池の湯露天風呂へようこそ。これが男女混浴で水着着用も可能だね。水着着用じゃないとダメというわけではないと。一応ね、ゴミすくうことできるんだけど、すくってどうこうなるレベルじゃないよね。前来た時もうね、枯葉だったんだよね。枯葉で漏れて、おー、景色最高やないですか。いかがでしょうか。相変わらず強烈です。何が強烈です。あのね、表面はそうでもないんだけど、うん、そこの方にいろいろ積もっておりまして、はい、迂闊に騒ぐと、いろんなものが浮いてくる。でも前より全然綺麗だよね。全然綺麗。前より前はね、なんか表面ぐらいまでいろいろあったもんね。まあギリギリ入れるレベルだけど面白い。なかなかね、絵面としては綺麗ですよ。では堪能してください。ゆっくり自然を。はい、屈斜路湖温泉巡り、これで3つ、いや4つ目か。こちらになります。これコタン温泉、こちらのね、露天風呂、これがねおすすめなんでございます。前回来た時は白鳥の季節だったんだよね。温泉入ったら目の前がね白鳥でいっぱいでした。そしてやっぱり観光客がいっぱいいる。入れねえかな、どうかな。このね、男湯、ここで女湯、一応分かれてる、一応分かれてるんだけど、これを分かれてるというのかどうなんでしょうね。分かれてる。これね、意外、下着、ウェットスーツの入浴、ウェットスーツの入浴禁止、プールでありません、水着での入浴は可で、無料の露天風呂。そしてこれ、入浴されるお客様の妨げとなるので足湯としてのご利用をお控えください。珍しいね。よし、入ってみましょう。温泉のね、目の前がね、ロケーション最高なんですよ。そして温度、温度、これは程よい。 OK。 暑い、いやこれ暑いだろ。ビル界の暑さなんだけど、どこら辺、これ辺暑い。
さっきの川湯ぐらい、じゃねえ川湯じゃないですよ、また間違えた、砂湯ぐらいの温度。アジサイの熱さも出てるよ、もうもう。こんな感じ、いかがですか。見えてないですか。大丈夫、今回は大丈夫ですか。今回は履いてませんよ。あれは重いですね。これですよ。いいですよね。この眺めが最高なんだよ。これが冬になるでしょう。そうするとこの周りだけね凍らないんだよね。来なくてそこに白鳥が、そこしか泳げないからわんさと集まってきます。白鳥だらけ。いいね。若干会話ができないぐらい、わん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 。すっげえ、すごい雪山じゃん。この雪もすごい。これ彼女でよかったなと思った。これが雪になるのってよかったね。本当だよ。すごい虹だったね。一瞬でしたね。晴れ、晴れてます。めっちゃ気持ちいい。よかったね。やったー、すげえ。お、また虹が見えた。うわー、すっげー。はい、というわけでやってまいりましたよ。ここだ、ここですよ、羅臼の湯。あそこにあります、熊の湯。実はちょっともう見えてます。結構その気になったらモル見えだね、あそこね。おー、久々にやってまいりました、熊の湯。すごい、どれ、雲、上の雲強烈、すごいね。いやー綺麗だ、すごい、めちゃくちゃ綺麗。いいね、俺の大好きな温泉熊の湯。ただね、前回死ぬほど暑かったんだよ。子供入ってたから、ね、今日入れるかな。子供入ってた、そしたら行けるかな。じゃあ入っていきます。はい、いってらっしゃい。行きましょう。やべ、いきなり物だった。一瞬ちょっと取っちゃったね。あのカット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 。男性風呂めっちゃ開放的です。はい、今ねもうこの下が全部露天風呂です。ちょっとこの下あたり、これ最高でしょ。お風呂入りましょう。いやー、めっちゃくちゃいい温泉でした。私個人的に北海道の温泉のトップ3のうちの一つ、熊の湯で、先ほどのコタンの湯で、あともう一つ唐松の湯、この3つが私のベスト3です。今日はね、まあ、ちょっと暑いかなぐらいでとても楽しむことができました。そしてね、あの地元の方のいろんなこうアドバイス、地元の方がこう善意で運営してくださってるんですけども、入る時のコツとかいろいろ入浴をアドバイスしてくれるんで、本当に心温まる温泉でございます。いやー気持ちよかった。おすすめです、最高でございます。はい、いかがでしたか。いやもうね、体がくにゅうにゅうになるくらいさ感動したよ。感動しました。うん、どう熊の湯。すごくいいんだけど、無料ってのが素晴らしい。そうだよね。うん、あのぜひ利用した皆さん、よろしかったらあの善意の方で、あの寄付金の方よろしくお願いいたします。この温泉がね、うん、ぜひ長く続いてくれることを祈っております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんも入ってください。はい、よしくん、やってまいりました。やってまいりましたね、父ちゃんの大好きな温泉、はい、唐松の湯。こんな感じです。てーん、すごい、なんか前とね随分の形が変わった。増水の時なんかあったらしいんだけど、それで少しこう形状が、石が盛られたのかな。だけどね、周りはこれです。まさに唐松に囲まれているそういう温泉でございます。ここ何がいいってね、玉砂利が敷き詰められたこの浴槽、綺麗なんだよ。これこそね、維持管理してくださってる方に感謝です。こんな素敵な温泉ありがとう。さて、りゅうし君、
はい、これ何だと思う？電気が光ってる。シガーソケット。それを繋ぐとどうなるでしょう？ずっとコードが中に繋がっておりまして、ちょっと分かりづらいけどそこに電気があるわけです。つまり車を近くに止めてシガー電源サクッと刺すとこの中に明かりが灯るという。ではこの素敵な風呂入ります。あ、風呂入ります。つか寒い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 。いや、お邪魔します。おお、ちょうどいい。いやいや、あったけー。はい、おお、いや気持ちいい。ああ、あったかいです。いかがですか？おお、これ無理ですか？いやー本当にね、すっごいいいんですよこの温泉が。このね、温泉外はこんな感じで、目の前が渓流です。夏場はね、頭とかまたちょっとねこっちに浸かるとねまた気持ちいいんだ。はい、というわけでいただいてまいりました。今日が足を入れると5頭、うん、入ったね。入ったね。さすがに湯あたりしております。というわけで飯食いに行きます。いや本当に北海道の温泉は最高です。